それでは武尊選手のインタビューを始めさせていただきます。今日の試合の感想をお願いいたします。はい、そうですね、自分の中ではすごい反省点残る試合だったし、なんかその対戦相手どうこうっていうよりかちょっと自分の調整具合でちょっと課題が残ったかなっていう試合だったんで、来年はしっかり仕上げて最高の試合したいなと思うんで、また頑張ります。ありがとうございます。ではプレスの方から何かご質問ございますでしょうか。実際村越選手はどうでしたか。そうですね、やりにくかったですね。うまさすごい感じました、はい、他にございますか。はい、ではどうぞ。課題とかコンディションですか。そうですね、やっぱそこがちょっと自分の中でやりきれなかったところもあるし、コンディション作り、もちろん来年に向けてちょっと体のコンディションをしっかり整えたいなと思いました。ありがとうございますか。甲子園ボールがなくて8ヶ月ぶりに行くんです。それもあるし、いろいろやっぱ怪我もいろいろあるんで、しっかり直して来年につなげたいなと思います。ありがとうございます。他にございますか。はい、ありがとうございます。曲ローを使われたっていうのは自分結構前の試合でしか見たことがなくて、少しその焦りっていう部分は違うのがありました。いや、バックブローは今回作戦だってサウスポーと戦うとき結構バックブロー狙うんですけど、ちょっと噛み合わなかったですね、自分がやりたいタイミングと。ありがとうございます。他にございますか。すみません。はい、どうぞ。徐々にこうエンジンがかかってあるのが2ラウンド後半ぐらいからだったのかなっていうふうに思ったんですけど、やっぱりちょっとこうスタートがちょっとこう硬い部分で苦しい感じました。そうですね、なんか多分メンタルだと思うんですけど、そこもやっぱちょっとコンディション作りですね。メンタルも体も心も体もそこがしっかり噛み合わなかったなっていう、はい、ちょっとやっぱ久々に緊張感みたいなのもあったし、そうですね、その試合までの期間の間のコンディション作りで自分の中ですごい課題が残ってたんで、そこがやっぱ出ちゃったのかなっていう、はい、横浜アリーナで示したか。すごい良かったですね、この会場は。景色が最高でしたね、はい、他にございますか。はい、どうぞ。今の旧 K-1 とご自身の試合と多分今回の会場全部含めた意味は盛り上がりではやっぱ僕だけじゃなくて他の選手みんなその新しい K-1 俺が引っ張るんだっていう気持ちで盛り上げてたし、今回 KO もすごい多くて面白い試合多くて、いや僕は全然超えたんじゃないかなと思います、盛り上がりで、そこに僕がもっと、僕ももっとそこに力になれるように、はい、もっと頑張りたいなと思います。他にございますか。では最後にファンの皆様へメッセージをお願いいたします。はい、来年2020年リングでも言ったんですけど、オリンピックイヤーなんで、オリンピックよりか盛り上がる格闘技の大会を K-1 で実現して、みんなが最高の試合って思うような試合をして K-1 最強証明するんで、それに向けて来年向けてまた一から頑張りたいと思います。ありがとうございました。武尊選手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。